鈴木軍、ヒールマスター金丸義信。お、手にはいつものスポーツドリンクしかありません。ちょっと淡い期待をしていたんですが、 5.22 秋田でミラノさんからダッシュした高橋ひろむの攻略も、田舎もって言われてましたよ、山梨県出身。お前も山梨県だろ。地域が違うんですからね、金丸選手、まあまあ、甲府市か中央市か、はい、もう本当とばっちり。あなたがね、なんかしっかり守ったけどいいって、いつものような高橋ひろむの入場ルーティン、その隙をつきました。もう高橋ひろむ止まらない。さあこれはタイム、サムソンクラッチ、サムソンクラッチ、おお、おつけおつけ、ひろむおつけ。こういう時本当金丸選手気をつけなければいけませんからね。足のフェイクの金丸はこの隙を狙ってきます。場外で足4の字とか秋田でやられてました。うわわわわわわ、2位クラッチだ、そして足4の字、早い早い、やばいことになりました高橋ひろむ。一括回されています。高橋ひろむの栄光が立ち上げられています。足クロスして、これはもう4度目の、いやいや、レフリーそっちじゃないよ、まただ、あーノ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 ー、いいクラッシャー、オンザチェア、あー、これ後楽園ホールド、ここね、ここすげえ勝てんだよな、危ない危ない、あー、受けた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 、危ない、ちょっともう無理でしょ、バックしろ、絞る絞る、金丸、あー、危ない危ない、金丸義信、高橋ひろむに完勝、パーフェクト、何もさせませんでした。いやー、もう足しか攻めてない。そして今日その金丸の怖さを、凄みを、一度感じているのは王者石森でしょう。キャリアでこの金丸から一度しか勝ったことがないという石森、金丸いった、狙っていた、石森追いかける、ラリアットかわした、速いね、速い、捉えて捉えて、ビーディーティー、石森一気に畳みかける、叩き落とす、ここからスマッシュ、ビーディーティー、離さなかった。さあここでベルトを手にした石森に対して、そういう時に今金丸手を口に含んだか、手振りを通す、そしてああ、ガッツン竹切りだ、竹切り軽く危険だ、ヒロム選手を止めて、今日石森選手を止めちゃったんですね。そうですよ、ここまで唯一負けなしだった石森がついに黒星、それがやっぱり金丸が止める、スリーカウント入ってないと、金丸が賞を掴んで、今何か叩きつけるような音がしました。T シャツを使って首を絞めている、金丸が昭和の首を絞めている、いいこと一つ教えてやると言ってましたんで、そうなんですよね、あ、椅子を振り下ろす、膝に振り下ろしました金丸、ウォーチャーズ、あー、今度はキックでウォーチャーズを手放す形になった、ロング君、金丸が踏んづけます、取らせない取らせない、つけてやるということか、おシャトルを抜いて、うわ、急所急所、金丸がニュートラルコーナーから飛ぶのか飛ぶのか、なんかの決めていった、急所ね、早い早い早い、締めに行くのか、バッチーアウト、お、決まったんですか、これどうだ、得意技、金丸仕事人が、おー、勝利だ、
待て待て、仕事人がやってのけました。急所蹴ってからの畳みかけがすごい、はい、現在3勝5敗の6点、金丸義信ヒールマスターの登場です。お、背後から襲いかかりました金丸義信。やはりこの男に迂闊に背中を見せてはいけません。今ゴングが鳴りました。血液はくるりと丸め込まれた。これが金丸のうまさ。わあ、脱いだ脱いだ、回転地獄、あ、脱いでも当たらなきゃ意味がない。サルソンクラッチ、くるりと丸め込んでカウント、これだこれだこれだ、カウント、足御の字式のサルソンクラッチだ。13秒、これは石森選手を保つやつですかね。そうですね、足御の字式のエビ固め、しかもアンダーサイズ丸出し状態。やはりこうお尻を読まれてましたね今日はね、本当その、まあ、昨日は頭に指さしてますけど。